どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はアオスパで攻めるならトーピードで対面の選択を増やして惑わせとなります。先日のアップデートでスパッタリーの超絶強化来ましたね。スライドの硬直に加えサメライドも強化といい感じでした。そこで赤スパッタリーから青に移る人も多いかと思いますので、アオスパに焦点を当てて話していきたいと思います。今回話すことはトーピードの使用方法についてまとめていきたいと思います。アオスパはメインも大事ですが、サブの使い方で対面の有利さが変わりますからね。最後まで見てもらえると嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。早速タイトル回収ですが、選択肢を増やすのは自分の行動ではなく相手の攻撃する選択肢を増やすことを指します。トーピードの強みはクラーリングにあります。破壊が可能なことを考えると相手の視線誘導にはかなり向いているんですよね。逆の立場で考えてもらうといいのですが、自分の前にトーピードと敵が一人いた時どちらを処理するでしょうか。距離感にもよりますが、トーピードを優先しますよね。爆発すると被害が大きいですからね。これを利用して対面において一時的に有利にする考えとなります。スパッタリーの対面方法は主にメインでの攻撃になります。メインを生かすためにこのサブを使うというわけです。仮に数発削って倒せなくてもトーピードで追い打ちからキルを狙うこともできるので、どちらに転んでもいい戦法になります。それではトーピードの活用方法について話していきたいと思います。まず一つ目は先に投げて横を取る方法です。基本的な使い方になるかなと思いますが、成功率が低い方法かなとも言えます。というのも、投げる場合正面から投げるだけでは相手に破壊されて陰枯渇の原因になるだけなんですよね。そのためトーピードを投げる場所が自分と視線の角度を取るように横に投げる必要があります。これによって視線がブレやすくなり隙が生まれやすくなります。相手は一瞬で2つのものを相手にしないといけなくなるんですよね。これだけでも結構有利になるんですよね。ですがこれをさらに有利にすることができます。それはさらにスライドで横を取りに行くということです。スライドが速いのがスパッタリーの特徴です。このスライドをうまく使ってさらに視界の角度を広げるということです。こうなると相手は挟まれた状態になるので対策が難しくなるんですよね。このようにトーピードの投げた後の行動によって相手の視線を動かすことが可能となります。うまくいけば一瞬で倒せるのでうまく使いたいところです。2つ目はサメライドの前後で使うことです。サメライドの爆風範囲が増えたこともあり相性がさらに良くなりました。まずトーピードを先に投げる理由ですが、索敵とサメライドの妨害を防ぐためです。サメライドは確かに強くなりましたが、乗る前は相変わらず弱いです。そのためリスク軽減をするための陽動として投げます。この陽動がうまくいけばスペシャルな発動も可能ですし、なんならトーピードの爆発も刺さります。また爆発範囲が増えたこともあり、サメライド後のボムコロも有効になっています。ただ近くにいる敵限定になるので、あくまで取りこぼしを拾う程度の方法になります。射程が短い武器ならこちらに近づけさせずに攻撃をすることが可能ですので、サメライド後を有利にする方法としてはとても便利となります。スペシャル性能を積んでいれば爆発範囲も増えますので、よりトーピードが刺さりやすくなるかなと思います。3つ目は味方の対面サポートをすることです。自分の対面だけではなく味方の援護としても活用します。スパッタリーは自分で敵を倒すことが重要になりますが、トーピードのおかげでサポートも可能になっています。敵の選択肢を増やすことを考えるとこの味方のサポートはとても便利なサブなんですよね。他のサブに比べて飛距離もありますので、メインが届かなくてもボムによってサポートが可能となります。この距離感を利用すると自分は安全圏から味方のサポートで援護ができるわけです。ただしこれはあくまで対面中のみに使える方法になります。遠くから投げるだけだとすぐ壊されてしまいますからね。
戦っている最中に投げることで無理やり選択肢を増やし、視界と脳内処理を起こすことができます。また一番いいのは投げた後に自分もカバーに向かうことです。相手の処理能力によっては味方がやられてしまいます。あくまで選択肢を増やすだけの方法となりますので、しっかり自分でとどめを刺すことも想定して動くといいかと思います。はい、ということで今回はここまでとなります。マウスパで攻めるなら、トーピードで対面の選択を増やして惑わせはいかがでしたでしょうか。トーピードは索敵ができて、かつ遠くから牽制ができるのでいいサブですが、壊されることを考えると工夫が必要なんですよね。相手の視線を動かすことができる投げ方ができればとても効果的になります。なので視点の動きを利用してみてはいかがでしょうか。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。